はい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 、サブジャンね、チュームシコ、チュームシコ、チュームシコ、チュチュチュ、オンジョルチュチュ、あっちちょんちょちょん、ほい。オンジョル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 。どうしたんですか。なんで見出し並みちょっと気にしたの。いや、珍しい。確かに、爆発しすぎだけど。なんと、芝直家、模様替えいたしました。パワー。はい、なので今日はこの模様替えしたお家を少しだけ皆さんにお見せしたいと思います。といってもね、そんなすんごい変わったわけじゃないから、うん、あれなんですけど、ちょっと見せたいの。いきます。3、2、1、じゃーん。おお、かっこいい。いい感じになってません？さあ、あんちゃん、増えた家具を紹介していってください。はい、まず絨毯、はい、こちらをカーテンがうちね緑なので緑に統一いたしました。そしてちょっと小さめにして、こうこのフローリングが見えるようにね、そうするとこう広い感じになるかなと思います。木が好きなので、こうお家もなんか木が出てる感じなんで、ねえ見てね、そう、あとでポンスのさ、お部屋もちょっと紹介するから、うん、今さっきちょっとここさっき紹介してるね、うん、そしてこちらリビングボードでございます。おお、リビングボード、こっちはねポンスの1歳の写真、なんかリビングの机に、うん、なんかこういらんもんをぐちゃぐちゃ置く癖があったんですよ。いや、まあ汚かったね。まあ汚い。でまだちょっと残ってるんですけど、こういうのもなくして、こっち側がなんと私の好きなスペースなんですけど、こうカメラがねこうやって並んで、うん、こうなんかこれは生放送するときに使うこういうスマホ立てなんだけど、こうやってね、そうカメラ系もね、ヤッホーってできるんですよ。この辺にガシャーンって置いてあったからね、やばかったね。充電と、あとここがねジョジョスペースです。まあちょっとしかないんですけど、岸辺露伴ね、ジョジョ、まあいろんな、ね、何かしらフィギュアとかね、はい、これから置けたりみたいな、置いていきたいと思っております。いいじゃん、これもクッション、いいよ、かわいいでしょ。ここ充電できると、はい、ここに充電があるからカメラの充電とかもこれさせると。そしてこちら孤島です。はい、島、島です。こうやってなんか適当に滞在する島です。まあ人間が来た時とかに便利。そう、うちいち本当に来客が多いので、ちょっと座ってっていう時にね、ソファーがねちょっと空いてなかったりとか、椅子足りないなーって時にこの孤島が、まあ、いろんな角度で座れるかなと。はい、これ3人行けますからね。1、2、3人行けます。本当は多分箸置きだけどね。本当は箸置きだ。箸箸置き、ここにでっか箸。そしてこちらセンターテーブル、ポンスが最近お絵描きとかねするんで、ご飯とか食べるのはここじゃないんですけど、ここでこう作業、作業、ポンスの作業台。お絵かきとかはここでしますね。これね意外とねおめえのよ、めっちゃおめえ。そうだからこうずれないし、ここに収納になってるから、うん、なんか置けんのよ、まあ、三脚だから倒れにくいしね。そうで、こっから多分ねポンス できること増えてくるんですよ。粘土とかね、うん、ブロックとかこう積んだりとか、はい、そういうのをこの机の上でやったらすごいいいんじゃないかなと。いいね、やっぱ木っていいっすね。木と一緒に育っていってほしい、木のように。俺は、うん、ウロボロスと一緒に育っていってほしい。ウロボロス、うん、わかんないけど、俺とねあーちゃんの、ね、趣味はね全然合わないんだよね実際。そうなんだよね。ゆうくんはどういう趣味なの？俺なんかファンタスティックなかっこいいやつがさ、いいな。うーくんでもジブリみたいな家に住みたいってさっき言ってたんだよ。ここに引っ越してきた時なんかジブリみたいなみたいな。だからまあ少々趣味合わないですけど、まあここの家はねさすがに木でコーディネートした方がぽいかなっていう感じなんでね。本当に木がモチーフだもん、木目が好き。まあここはあーちゃんに譲ろうと思っております、はい、そして次のスペース、子供部屋をちょっとかっこよくしました。3、2、1、じゃらーん。子供もいます。見てこのスペースどうです？いいじゃん、可愛くないですか？夢中かよこいつは、夢中になってやがる。夢中、わー、シ
射出しすぎ。いいなぁ。撮影部屋がどんどん子供っぽくなっていくんですけどね。もう撮影部屋とかいいな。いらんわ。もううちんちはもうこういう感じで。全部でいいや。全部撮影部屋なんで。うん、ねえ、ママに対。ん？チーワン、チー、チュー対。あ、シー、チュー、ワン。いいよ。チー、チュー、ワン、ワン。おー、さっき私がやったやつね。いっぱいね、カーズとかね。ポンスミニオンも買ったじゃん。そう、これがね、今お気に入りトミカなんだよ、ポンスの。可愛くない？なんか私までこういうの好きになってきちゃったもん。おもちゃ実際可愛いな。可愛いよね。え、真ん中のやつこっち行って。これミニーカー。ミニーカー。で、車を滑らす遊び場になりました、これは。いや、いいね。うん、進化した。でしょ。ここからもどんどん家具を買っていく。今からまだ、ね、遅くない？家具買うの。確かに。もうちょっと寝室を強化したいなっていう気持ちはあるね。そうだね。さあ、ポンス2歳の誕生日どうしようかな。うん。あ、それも考えよう。それも考えよう。というわけで、柴南家模様替えの様子でした。じゃあねー。じゃあねー。じゃあねー。